皆さんおはようございます。スペースアートダンス TV で今日もエナジー全開頑張っていきましょう。この動画はシルエット向上シリーズ実践の15つの軸の使い分けを解説していきます。別動画の実践メニューではシルエット調整の土台となる5つの軸をコントロールする技術を練習していきました。横の動きに対応できる能力にもつながっていきます。しかしなぜこのような地味な練習が必要なのか詳しく解説していきたいと思います。片足のバランスが苦手、素早い横の動きが苦手、このように感じる初心者の方は多いのではないでしょうか。苦手意識が勝ってしまってどんな練習に取り組んだらいいのか迷ってしまうっていうこともあるかもしれません。前後左右全ての移動には軸が関係してきます。今回は横に軸を移動させるということですが、5つだけ軸の置き方を覚えていただき、その中で片足のバランスで立つこと、両足の間を行き来すること、頻繁に使うこの2つの動作、ここに理解を深めていただきたいと考えています。体格骨格ともに個人差はあれど、大体この辺でコントロールしておけば効率が良いだろうという知識をシェアしていきますので、しっくりくるまでご自身で微調整をしていくことは必要にはなりますが、軸を保つ、横移動しやすくなるということにはつながっていくと思います。足への負担も軽減されますので、ぜひトライしてみてください。シルエット向上シリーズでは基礎知識編、応用知識編から公開しています。基礎基盤となる知識をお伝えしていますので、シルエット調整をご自身で行うためのヒントがたくさんあると思います。実践編では軸と体重移動、ツイストの技術に触れ、シルエットに強い影響を与える動作を練習していきます。いざという時に役に立つ動作ばかりをご紹介していきます。関連動画は概要欄にリンクを貼っておきます。スペースアートダンス TV ではダンスレクチャー動画はもちろんのこと、筋トレやストレッチなど皆様の私生活にもお役に立つ情報をお届けしていきます。チャンネル登録、グッドボタン、通知ボタンまでどうぞよろしくお願いいたします。実際に動きながら確認していくと分かりやすいと思います。ドタバタすることもないですし、スペースもそんなに取らないので、ぜひ一緒にやっていきましょう。それではいきます。5、6、7、レッツゴー。それでは軸を横移動で使う方法、5つの軸に分解するとはどういうことなのか、ポジションや軌道のところから解説していきたいと思います。足を揃えた気をつけの状態でもこの軸というコントロールはできるんですけれども、分かりやすいように足のスタンス、肩幅に広げて確認していただければと思います。ちょっと予備知識になりますが、足の幅ありますよね。これのどこを肩幅に置けばいいのかということで迷うこともあるかと思いますので、私自身は外側のくるぶしが肩のラインに来ると足の幅狭まりますよね。これを内肩幅と言っていて、内側のくるぶしを肩幅に持ってくるようにすると足の幅が広がります。ですのでこれを外肩幅と言っています。スタンスが狭い方がやりやすい技術、広い方がやりやすい技術とありますので、その都度内肩幅でお願いとか外肩幅でお願いなんていう指示をしたりするんですけれども、これは一つの予備知識として頭の中に入れておくといいと思います。今回はまず負担を少なくするために内肩幅で構えるのがいいんじゃないかなと思います。さあ、それではやっと軸の話になっていきますが、私の考えで1軸の考え方、2軸の考え方、これをシェアしていきたいと思います。まず内肩幅で立っていただきましたら、自分の急所になるところありますね。おへそだったりとか溝落ち、そして喉や眉間、これをまっすぐつないだところを自分の軸だと思ってください。でこれは横から見た時のことも考えておいた方がいいので、丹田と言われているところがありますが、この真ん中ぐらいのところで考えておくと自分の軸まっすぐになっているというのを確認できると思います。イメージ力大事になってきますけれども、ちょっとイメージしていただいて、軸が1本立った、これが一軸の考え方の真ん中です。一軸の考え方もう2つあります。片足で立っていられるところ、これが一軸の考え方の右足バージョン、そして左足バージョン、つまり一軸で立てるというところは3つあるということです。片足になるときにちょうどシューズの真ん中あたりに自分のさっきの軸が来るように意識するといいと思います。そうしますとここが安定すると、足ある程度動かしても軸がブレずにしっかりと刺さっている状態が保てますので、ここを見つけておくことはすごく大事なポイントになります。では2軸の考え方って何かといったときに、2
2つ支えがあるっていうことですね。どういうことかと言いますと、皆様の内側、足の内側の線、ちょっとイメージしてみてください。ここに自分の先ほどの軸、中心を持ってってみてください。この時って足の体重、こっちが軸足メインになっていますけれども、こっちでも1割2割支えてなきゃいけないですよね。この状態からこっちの足を離してしまうと、必ずオフバランスが生まれてしまいます。二軸の考え方で右足に乗ってねって言われたらこのポジションですし、一軸の考え方で右足に乗ってねと言えば片足に慣れるポジション、分かりやすく指示を出せるようにしています。さあまとめましょう。真ん中、そして右足に慣れるところ、左足で立てるところ、そして足の内側のライン、1つ目2つ目、これで5つの軸を横移動でコントロールしていく、これが大事になってくるよということです。ここに高さ調整の話も入ってくることになるんですが、まずね、軽く膝を曲げた状態で確認するのがいいと思います。もっと実践的に使いたいよということであれば、少し中腰の状態、ダウンのところですね、この状態になってもらって適度な力みで持ってったりとか、もっとレベルを上げたいという方は股関節まで引っ掛けたところでできるようにしとくのもグッドだと思います。さあここからは実践メニューの動画、別動画で上げていますが、そちらで練習してもらった片足間での軸移動ですね、こういうことです、はい、これを練習してもらっていますが、この意図をお伝えしていきたいと思います。微妙なバランスですね。この2軸の右足から1軸に移るとき、この辺で少しこうお腹のあたりが抜けてしまったりとか、必要以上にお尻が出てしまったりとか、ちょっと軸が行き過ぎてしまったり行かなすぎてしまったり、コントロールが難しいと感じる方が多いように私の経験上感じています。ですので、まず内側のところから片足になっていただいて、真ん中の1軸に戻ってくると、せーの、1、2、ポン、こんな練習をしていただいています。私の感覚では5センチ以内なんですけれども、この内側から真ん中、内側から真ん中、この幅をコントロールできるっていうのは踊りでは相当頻繁に使っている技術です。例えばなんですけれども、1軸からステップをするには2軸のところに移していかないと足を蹴ることができません。こういうのもそうですし、舐めるように片足に行く、こういう動きですね、これも2軸のところから一気に片足を上げていくっていうタイミングを測らないとうまくできません。慣れている方はこういう動きを感覚的にスッスッとできてしまうと思うんですが、何か自分が伸び悩んだりとか、そしてできない動きがあった時に、この軸の微調整みたいなところを考えてもらうだけで踊りの安定感が増したりしますので、ぜひ参考にしてみてください。片足から真ん中に戻すためにはどうしたらいいかというところだけ説明させてください。片足で立っているということは、片足にしっかりと軸が刺さっているので、何かアクションを起こさない限りは前後左右に移動することはできません。じゃあ例えばこちら側に行くためにはどういうふうにしたらいいのか、一つは重みを作ってあげることです。もう一つ方法としては、足首をこのように返してあげることですね。このように、このように返すことによって体の軸が動くようになりますので、実践メニューで言えばこの片足の一軸からセンターに戻ってくるというのも練習してもらってるんですけれども、アクションとして重みを作って持っていくか、足首できっかけを作ってあげるか、この2つあたりがまず初心者としてはマスターしておいてほしい体重移動のやり方です。当然ですが、スタンスが広くなればなるほど移動というのが大きくなったり、膝の使い方というのも大事になってきますので、まずは狭いところで始めていただいて、そしてご自身がこれぐらいのスタンスで踊りたいんだよな、このスタイルが好きなんだよなというところよりも、ちょっとだけ靴一つ分ぐらい開いたところで練習しておくと、太ももで耐える筋肉っていうのに余裕が出ると思いますので、こういった練習をお勧めします。さあここまでで五軸のコントロール、なんかいろいろ使えそうだというイメージは湧いていただいたかと思いますが、二軸の考え方、この内側間でポコ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 軸を移動するという練習も実践メニューの方ではやっていただいてます。こうしたことをうまくするためには、そしてどんな風に役立てていくのかというところを Tips コーナーの方ではご説明したいと思います。さあそれでは Tips コーナーに移っていきたいと思います。 Tips コーナーではこの二軸間をブルブルブルっと移動させるということについてご説明していきたいと思います。
そもそも軸を真ん中、右足、左足と3個じゃなくてもう2つ追加している理由っていうのを説明しないとちょっと分かりづらいかと思いますので、少しだけ骨について説明させていただきたいんですけれども、このすねの部分ありますよね。この部分って2本骨があって支えられているんですね。そして内側の方、若干内側の方に入っているのが太い骨で、こっち側についているのが少し細い骨なんですね。ということは太い骨の方が丈夫であると。これをこのまま落としていった時に、靴の親指そして人差し指あたりの方に直線でついているということになります。つまりステップする時ってこのように横に移動する場合、太い骨の方にまっすぐ力をかけて蹴っていく方がパワーが発揮されやすいんですね。もしこれが片足でしっかりとバランスを取れるという状態で考えていくと、太い骨と細い骨の両方に体重が乗っていることになりますので、横に蹴ることが非常に難しくなっていきます。そしてとても時間がかかります。ちょっとイメージ違いを出してみましょう。真ん中から片足に乗って移動する、真ん中から二軸を通して移動する、スピードもパワーも全然違って見えたのがわかるかと思います。つまり止まって見せたい場合は一軸、素早く移動したい場合は二軸、こんな考え方をしてほしいということで、全部で5つの軸を使い分けてほしいというのが主な狙いなんですが、意外と私の経験上、この内側の骨に乗せるという感覚が初心者の方はまだない、もしくは苦手という方が結構多い印象です。ですのでこの二軸感をプリプリとこういうふうに移動してもらって、この乗っている感覚っていうのをまずマスターしていただきたいというのが今回狙いになっています。まずはワンカウントで確認するのがいいと思います。ちょっと苦手だなと思う方はワンツワンツ、はい、軸が太い骨の方に乗っているんだと、ゆっくりでも構いません。このように確認していただいたら、少しスピードを上げていきましょう。エンドカウントでトン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 、ワンエンツーエンド、このように軸を動かしてみてください。この際に注意してほしいのは、体幹部がブレてしまうと何が何やら分からなくなってしまうので、お腹を固めて自分のこの頭だと思って、こういう感じですね、まっすぐを保つということが非常に大事になってきます。これ慣れてくると、もう少し内転筋だったりとかふくらはぎのあたり圧縮させて、かかとを強く踏んであげるようにすると32ビートまでいけるようになります。かなり振れ幅小さくなりますけど、これも結構利用のしがいがあるので、ぜひマスターしておいてほしいところです。実践メニューでやっていただいているのは今のようなスピードコントロールなんですが、どんな風に利用をするのか、この部分をお伝えしていきたいと思います。例えば二度足でポンポンとステップをするとしましょう。今回は横の移動ということですので、胸の正面をできるだけ前に向けるようにしますね。一回オンで乗ったら、少し二軸の方に移動してこっちの足で蹴ってあげれば二度足楽になっていきます。その間一瞬このブレですね、二軸間の移動っていうのが起こります。踏んで踏んで、もうちょっとゆっくりやります。踏んで踏んで、早くやります。ブンブン、一軸一軸で乗せてしまうと必ず重くなってしまうので、この辺の二軸間の移動を素早くできるというのは結構メリットあるので、ぜひね取り入れてみてほしい技術です。さあ、それでは今回はシルエット向上シリーズということなので、どういうふうにシルエットに影響が出るのかということを考えてみましょう。ジャンプ、着地、クロスステップ、こういうフォームで考えてみましょう。ではこれを一軸で着地した場合はどういうふうになるのか。セーブン、エイトン、ドトン。ではこれを二軸の右足で着地した場合はどんな風になるのか。せーの、ドンドドン。今できるだけ手を使わないようにやりました。ボディと足に注目していただきたかったんですが、だいぶ印象変わりましたよね。この状態を長く見せるっていうのが一軸になっちゃいます。そのままこっち側に移動していくので、当然一軸から始まっているので横幅も狭いです。対して二軸で着地した場合というのは、ここですでにオフバランスが生まれますから、どちらかというとこのシーンですね、このシーンが長くなるので横幅も大きくできるし、このシーンをしっかり見せてこっちに移動していくと、そんな印象の違いがあるんじゃないでしょうか。比較的多く見られるのはやっぱり二軸で着地をしてこういうふうに持っていくっていうのが選ばれることが多いような気がします。このように軸の置き方一つでもシルエットにかなり影響を与えそうだということも分かっていただけたんじゃないかなと思います。
他にもアイソレーションを使ってオフバランスの時間を長くするっていう方法も取れたりしますね。オフバランスでいるときに肩をこのように動かしてみます。そうするとオフバランスのシーンが長く見えるようになるので、また違ったシルエットを見せることもできますし、二軸で着地するんだけれども高さ調整をして上下をたくさん見せたいっていう方法も考えられると思います。こんな感じですかね。オフできてボボン、全く同じ動きであったとしても自分が見せたいイメージで横軸の移動、そして別動画にはなりますが高さ調整をすることによって、これだけイメージに変化が起こるっていうことは分かっていただけたかと思います。あともう一つ、今は横に移動させるということで靴の動きだけで見るとこういう動きが中心でしたが、横側で見てみるとつま先体重、かかと体重と、ここにも非常に秘密が多く隠されていますので、これも別動画で説明していきたいと思います。さあ今回の動画、話をまとめていきたいと思います。軸は5本に分けて横移動をコントロールしていこう。片足でしっかりとバランスを取るときは太い骨と細い骨、この両方に均等に乗せるのがバランス確保しやすいと思います。横に移動をするときは太い骨の方にしっかりと体重をかけられるようにして移動をすると早く動けると思いますし、パワーの調整もやりやすいと思いますので、距離の調整も容易になっていくことと思います。二軸の考え方、一軸の考え方、これを使い分けるというか使っていますので、絶対に改めて考えて損はないことだと思います。ぜひ頭の方整理してみてください。それでは Tips コーナーを終わりにしたいと思います。皆さんお疲れ様でした。5つの軸を使い分けるという意味が分かっていただけましたでしょうか。これは無意識的に自然に行っていることなので、改めて説明される必要もなかったよと感じられる方もいらっしゃるかもしれません。しかしながら無意識から意識化するというのはダンス初心者の方であればなおさら大切ですし、上達してからでも改めて掘り下げてみると発見につながることも多いと思いますので、ご自身が必要だと思う時期に合わせて取り入れてみてください。それでは簡単に復習していきましょう。一軸と二軸の考え方を学びました。二軸間の体重移動を学びました。軸の置き方でシルエットが変わる実例をお見せしました。本動画では横移動をメインで学びましたが、上下前後も絡めて考えることがシルエットの向上には大切な要素です。シルエット向上シリーズでは基礎知識編、応用知識編から公開しています。基礎基盤となる知識をお伝えしていきますので、シルエット調整をご自身でできるようになるためのヒントが隠されていることと思います。実践編では軸と体重移動、背骨の使い方、ツイストの技術に触れ、シルエットに強い影響を与える動作を練習していきます。いざという時に役に立つ技術ばかりをご紹介していきます。またシルエット向上のためにはボディコントロールシリーズや腕の使い方シリーズ、こちらの知識や技術向上もプラスにつながります。お時間のある時にぜひ合わせてご覧いただけましたら幸いです。関連動画は概要欄にリンクを貼っておきます。スペースアートダンス TV では皆様がエナジーあふれるダンスライフを送れるように、そして少しでもハッピーにつながるように動画を作っていきたいと思っています。チャンネル登録、グッドボタン、そして頻度高く更新もしていますので、通知ボタンまで押していただけましたら心から嬉しく感じます。いつもご視聴いただいている皆様、本当にありがとうございます。これまでのキャリアの中で揃えることが大事、個性を大事にしたい、このテーマで意見の相違があることたくさん経験してきました。クリエイターにはポリシーがありますし、十人十色であり、強いこだわりは良い作品につながるので、意見をぶつけ合うのはとても良いことだと思います。私自身はどちらかを選ばなければいけないと言われれば個性を重視したいと考えています。自分自身がどうしたいのかを表現することができれば、そこを基準にユニゾンで揃えるということにシフトしやすいのではないかと考えているからです。特にキッズ層や初心者のうちはスポンジのようにいろんなことを吸収できるので、個性を育むことにも力を入れてほしいなと思います。しかし好き勝手に踊るだけでは上達にはつながらないと思いますので、一定の基準が必要になってきます。それが5つの軸だったりを利用してもらえたりとかすれば、自分はこの軸が使いたいとか、仲間とこの軸で揃えようよなどと話が発展していくという傾向があります。
言い方を変えれば5つしか軸を利用しないなんてとってもつまらないことなので、本動画の内容は1つの共通認識の道具くらいに利用してダンスの楽しさにつなげていただくのが一番と考えていただければと思っています。次回は高さ調整を5段階で取り入れてみようという練習メニューをご紹介してシルエットに生かしていきたいと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。Thank you.